ラサ、トンチンカン、ドッグアミューズメントナイン。もうブロック、ブロックしました。中村のシュートブロックして、マーフィージュニア、トロイが走って最初の得点。タッチダウンパスでクインシー、チーム最長のプレータイムを誇りますタプスポットです。ボールが回ってミラーのシュート。個人はもう米山ジャパンリオの方がいいと思ってます。そうですか。高橋またアシスト、高橋光陽、クインシーミラーの得点をお膳立て。高橋最初の得点はスリーポイント。昨日の立ちまだ残ってそうですね。そうですね。ミラーのスリーを返し、1位を取ってから7連敗で勝利がありません。マイルズ・ヘソン、トップの位置、スリーポイント。ヘソン3本目くるか。おー、伊藤隆史がエースリバウンド、ハッスル見せています。合わせてクインシーミラー、ファウルになっています。エンドワンです。ミラー好位置からスリーか。連続得点富山、クインシーミラー今日19得点。ケネディがリングに嫌われる。そして富山ボール、ヘソンから伊藤、そしてマーフィージュニア、トロイ、エンドワン。このタイミングで決めた。ヘソン、ヘソンのアタック。マーフィージュニアが追いついていて、伊藤がすかさず取りました。ヘソンかわしてスリー、マイルズ・ヘソンのスリーポイント。伊藤隆、クインシーミラー、伊藤パスを回してヘソンのスリーポイント。クインシーミラーにボールが出て、クイック、おー、バスケットボール。ここでクインシーミラー決めてきた。富山クラウジーズゲームハイライト、 ASA グループの提供でお送りしました。